いい返事だな。よろしくお願いいたします。今日はですね、3品ご紹介するんですが、はじめには、伊達巻きをご紹介しようと思います。この伊達巻き材料シンプルですね。道具も簡単です。ミキサーとオーブン、はい、この2つがあればもうバッチリできちゃいます、はい、こっち側でやるとこの中に卵液が入っちゃうのが嫌なんですね、はい、なので裏返すとここがツル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 の面なので、はい、ロスが少なくなりますね。材料は卵6個とはんぺん1枚、これだけなんですね。はい、シンプルです。あとは調味料です。はんぺんが見えなくなるまで回しましょう。はい、 OK です。見てください、大事なことです。表面が乾いているかどうかを確認してください、はい、触って手にくっつかなければ OK です。熱いうちに巻くのもポイントの一つです。はい、まずは軽く巻いて、巻き込んで、はい、巻き込んじゃっていいので、ちょっとなんとなく癖をつけましょうか。あなたはこういう形になるのよっていうのをね、ここで言い聞かせてるの。そうなのね。最後ですが、ストンと落とします。そうです、そうです、はい、そうです、そうです、落としました。はい、はい、そうすると巻き終わりが下向いてますね。ここが下向いてます。はい、これが大事です。見てください、綺麗にしましまになってます。さあ、はい、これはちょっと黒の塗りですが、はい、お好きなもので大丈夫です。はい。伊達巻きできましたね。はい、伊達巻きあっという間に、はい。次にご紹介するのは牛のたたき。赤身のものでいいんですが、塊肉で作ります。いきます。ひっくり返しますよ。はい、えい、ー、わー。見えないじゃないか、美味しそうなのが。見える？見えてる。見えてる？あー、美味しそう。美味しそう。いきます、はい、赤ワインです。いいですか。そしたらここに、おー、あー、いい香りで、このお肉の美味しい汁、赤ワインもこのまま一緒に入れてください。生姜の薄切りが入ってます。で、ここで真空することによって一番少ない調味料でひっくり返すことなくこう上まで使ってられるので、あげちゃいけなかった。こうやってね、はいはい、空気を抜きましたね。抜きました。うお、美味しそうに焼けてます。見てください、切り口が見えるようにこうやって切るとか、上から撮ってるから切り口見えるんだよ。こう、うん、いい、あら、いいじゃないですか。まるでうちでやってるみたいだね。あら、違うのね、うん、そう、違うのね。これさ、向こうにはたくさんの人がいるっていうことを忘れるね。忘れるね。見ていただいてるんだから、ちょっと上品にかな。つけ汁で和えてありますから、そのままで美味しく召し上がっていただけると思います。次にご紹介するのはちょっと、見たこともない、聞いたこともないという方がほとんどかもしれない、我が家のとっておきのおせち、かき巻き卵です。なんと干し柿とゆで卵、これだけなんですね。これで面白い天ぷらを作っていきます。あ、今伸ばします。見てください、こんなに伸ばします。じゃあここにこれ、えい、さあ、柿が小さくて包めなかったらこれ2個かませてもいいよね。2個っていうか2個でも半分でも1個半とか1個半とか、ね、1個と4分の1とか、はい、こんな感じです。糸でも結んでいただいていいですか。はい、はい、どうぞ。うちの糸はお裁縫箱から出てきたんではありません。キッチンから出てきました。キッチンから出てきました。白くお化粧をしましたので油に入れていくことになります。はい、いいよ。大事なこと浮かせてます。これでボトンと沈めちゃうと、はい、そこについちゃいますので浮かせましょう。はい、いいですよ。固まればいいんだよね。はい、いいですよ。そしてもう衣はすぐ固まってしまいますので、包丁にね、ラップをするとなんかね、黄身がくっつかなくていい気がします。そうするとなんか包丁につかないでいいですね。なんかチュッと切れますね、はいはい、これね、不思議なんだけどお正月これ食べないとなんかお正月来た気がしないですね。不思議ね、本当に不思議、ね、なんと不思議な不思議なかき巻き卵出来上がりました。楽しく新年が迎えられたらなと思います。、はいはい、皆様どうぞ良いお年を迎えくださいませ。良いお年を。